ある村ではハロウィンの夜、この世とあの世の門が開き、悪霊たちがやってくる。そこで詩人が出会ったのは本物の悪魔だった。それが語るのはある禁忌の存在、目的もなくさまようだけの孤独な機械人形の物語だ。孤独な機械人形。神になり変わろうとした創造主のエゴで生み出された存在。役としてはアンドロイドが近いが、今回は怪物を指している。悪魔はささやく、己のレゾンデートルを知りたくはないかと。全てと決着するべく、機械人形の悲劇の旅が始まる。地獄と煉獄、果ては始皇帝をめぐる壮大かつ果てしない別れの物語だ。私にとって最も美しく尊ぶべきものは、それこそが別れだ。 XYG の刹那をこのベースから素晴らしいカクテルを作り上げてみせよう。生きる目的もなく、ただ孤独に生き続ける機械人形。使命もなく悲劇に終わる。ヘイ、バーディ、その話気に入ったのか？オーケー、なら主役はあんたで決まりだ。主役、私が？そうさ。なあギムレット、いいだろ。祝宴の黒き影よ、お前が我が悲劇のミューズとなる。おそらくそれもまたフェイトなのだろう。俺の心は決まっている。クリスです、お前に託せ。荒野に惑うリア王を見送るがごとき悲しき別れを演ずるのだ。イエスメン、拝命した。そんじゃ他の役も決めちまうか。配役はこれで決まりだね。早速稽古に入っていこう。行こうじゃねえよ。俺はまだ納得してねえ。なんで悪魔役が俺なんだよ。適任だから。ギムレットの話じゃ、悪魔はセリフがクソ多くなんだろう。俺がんな気合入ってると思うか。あ、でも主役の機械人形がクリスエスでしょ。私は総監督として裏方もやるから、小さな役をちょっとずつ。ギムレットも脚本と並行して機械人形の創造主役を希望していた。残った悪魔役と狂言回しの詩人役だったら、どう考えても私が詩人であんたが悪魔だろうな。お願いシャカール、それともギムレット仕込みの詩を高らかに読み上げてくれるの？おい、あの中に今脚本やってんだろ。バカなげえセリフは書くなって言っとけ。はい。それで稽古だけれど、私たち演技は素人でしょ。だからプロの先生をお呼びしています。頑張ろう。ではまず皆さんの滑舌を確認します。先ほど教えたういろうりをタップさんから。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが。お茶たちょちゃたちょちょっとたちょちゃたちょ、青だけ茶せんじゃお茶ちょっとたちょ。みんな素晴らしいね。慣れないレッスンで大変だと思うけれど、みんななら大丈夫。あんたはやってかないのか？個人的に練習しておくよ。監督のお仕事もあるから。背景美術にセット、衣装、照明、実行委員会との調整。早く動き出したいからね。なるほどな。だったら
頼りになる仲間がここにいるぞ。とっても頼りになるのは知っているけれど、みんなはレッスンに集中してくれて大丈夫だよ。監督に任せて。だぜ。あとは借りた教室を整理して、道具を搬入して、足りない分の買い出し、先生方への連絡も。よー、ファイン。そろそろ私に会いたかったんじゃないか。仲間が必要だろ。